画面の前の皆様、こんにちは、いつぼです。では今回、悪魔城ドラキュラハーモニーオブデスペアやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では今回は、シャーロットと、魔法習得の旅に出かけたいと思います。今回行きますのは、ノーマルモード第7章美貌と欲望と絶望と、この面で、魔法を習得していきたいと思います。防御装備は、こんな感じで行ってみたいと思います。ハイポーションも3つ、そして、運を上げる、37、そして、攻撃装備は、これで行ってみたいと思います。ボスのアシュタルテ、打撃武器と、聖なる属性の、武器や魔法以外は、ほとんど効かないので、まず、丸ボタンでエナジーライト、聖なる力の誘導弾ですね。そして、上と丸でサモンスケルトン、これは打撃武器ですね、打撃魔法ですね。そして、おそらく主力になるのではないでしょうか。前と丸でライトニングレイ、聖なる力の、ビームを発射しますね。そして、下と丸でアシッドバブル、打撃と毒属性を持つ魔法ですね。見ての通り、ライトニングレイも、マックスまで上げております。またその他にも、フェザーエッジ、ハーピーの技ですね。そして、アコニースピア、これはエビリの技ですね。そしてサモンガンマン、スケルトンガンマン、あの銃を持ったスケルトンですね。それの、サモンガンマンもマックス。そしてサンダーボルト、サンダーデモンの技ですね。実況を撮影してない時にも、既存のやつを、レベルアップを、図っております。さあ、ではこれで、第7章、魔法習得の旅、出かけたいと思います。シャーロット、魔法をどんどん、習得していると、通常攻撃がどんどんパワーアップしていきますね。骨柱もこんな感じですぐに倒せますね。ハーピーも一撃で倒せます。岩が大変邪魔ですね。肉で回復していきます。布のマントですね。アクサーマーも一撃です。忘れなぶさのネックレス、ほとんどの敵は、聖なる属性に弱い敵が多いので、
セイナの属性の技は非常に有効ですね。マミも一撃で倒すことができますね。ミミクでしたが、ライトニングレイで、2ヒットして倒すことができますね。ギロスも、スライディングで壊していきます。ここに出てくる敵で、まだレベルが上がりきっていないのは出てくるでしょうかね。B1 は、もうマックスまで上げてますので必要はないですね。ファイナルガードはアシッドバブルのこの連打力で倒せますね。さあでは戻っていきましょう。ペンジャルと、ギロチンのところも、軽く抜けていきます。ファイナルガードですね。ここはスルーしていきましょう。そしてこちらからシートバブルで、あのファイナルガードがこんなに簡単に倒せます。さあでは一気に下に降りて、アスタップの元に向かいましょう。エビルもライトニングレイで一撃ですね。ここで、ピザを取って、攻撃力そして体力を回復していきます。アスラティピアス、まあほとんど装備しないので、お金に変えておきましょう。さあアスタル拠点ですね。なかなかいいダメージですね。
あと、あれが確か、吸収できたと思いますね。普通の攻撃でも8ポイントしか与えることができませんね。ちょっと食らってしまいました。はい、デルタスパークを、吸収しましたね。さあ、では倒してしましょうか。さあ、後ろに回り込んでライトニングレイを打ち当てていきます。聖なる力を、聖なる力の、ライトニングレイをどんどん当てて出すことができました。多少食らってしまいましたが、激アですね。そして、デルタスパークも、手に入れました。さ、宝箱はドクロの首飾りでしたね。はい、クリアタイムは10分24秒21でした。いかがでしたでしょうか。今回シャーロットの魔法習得の旅、今回は第7章やっていきました。今回新しく、習得したのはアシュタルテのデルタスパークですね。あの緑の三角形の飛び道具ですね。あれは、どういった感じで、出ていくのか、使ったことはもちろんないので、また使って、レベルが上がってかなり強ければ、どんどん使っていきたいなと思っております。はい、では、悪魔城ドラキュラハーモニーオブデスペア、次回、シャーロットの魔法習得の旅は第8章になりますね。そして、ハードモードでは、次は第3章ですかね、4章ですかね、ハードモードでも、挑戦していきたいと思います。そして、ブラッドステインド、カーソムザブーン、次回はおそらく、クライマックスとなると思います。どの実況動画も、配信したときはどうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。